はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですが、ぜひね、まあ後でもいいんですけど、概要欄にある、オルカ様の、チャンネルの方でちょっと動画見ていただきたいんですけど、なんと進捗が、まあ一新されたとまでは言わないんですけど、今まであった、進捗プラスもう完全に新しい鬼滅の刃の進捗というものが出たんですよ。で、ちょっと今回皆様によかったらコメント欄に、書いていただきたいんですけど、現在やっている鬼殺隊編をそのまま続けて、もうその新しい、全く新しい進捗をやっていく鬼殺隊編を今作ったんですけど、やっていくのか、それか鬼殺隊編と一緒にしちゃうか、ちょっとよかったらコメント欄に書いていただけたらなと。進捗がもう一緒な、なんかもうちょっとごちゃごちゃになっちゃってるので、新しくやった方がいいのかなっていう気持ちと、ちょっと一緒になっちゃうんじゃないっていう気持ちもあるから、ちょっと悩ん、おー、わー、ちょっと待って、無惨様になってる、やばい、見た目が無惨様だ。そして目の前に羊がいる。これは殴るしかない。トライアングルさん、羊を見たら殴らないといけない、そう、そういう決まりがあるの。待て、逃げれない、危ない危ない危ない。ちょっと待って、まず説明しなければならないまず説明です。はい、今回なんですけど、その進捗、まあオルカ様のね、チャンネルの動画見てもらったら詳しい説明があるんですが、その日輪刀の呼吸の仕様というかがかなり変わりました。今までって、その、まあ、例えば、まああれか、上限の位置の黒死亡の呼吸を打ってきたら避けるしかなかったんですけど、それを日輪刀で、あのね、弾き返すというかことができるようになったんですよ。まあもちろん、あの相手より攻撃力が高かったら、あの低かったらその分ダメージを受けてしまうんですけど、まあかなり、まあ、あのまたその時にお見せするんですが、かなり戦闘システムが変わっております。はい、でさらに、こちら進捗、はい、まあこちらはなんと、一緒になりました。はい、鬼殺隊と、鬼だから、鬼編もちょっともしかしたらまた最初からやるかもしれないんですけど、うん、で、こちら鬼殺隊、鬼を討伐する、まあこっちからやっていくんですけど、なんと、この今まで多分鬼殺隊の隊員を倒して鬼殺隊の服をゲットしてたと思うんですけど、この鬼殺隊というものを、クリアしたら、この隊服がゲットできるという形になります、報酬として。まあちょっと後でやりましょう。で、日輪刀の色を変えるというものが出たら、なんか褒美で日輪刀がゲットできたりとかするみたいです。そして今回ここです。これが新しい、今までこっちだったと思うんですけど、こちら鬼滅の刃という、進捗ができまして、はい、まあ、こちら見てもらえば分かると思うんですけど、鬼の場合、あ、鬼じゃない、これ全部鬼殺隊かな、全部鬼を10体討伐する、そして鬼を20体討伐する、ここからも続いてます。まあここはね、また見てもらったら、あの、ありがたいんですけど、で、こちら火ダメージの合計が40を超える、で火ダメージの合計が48を超えるみたいな、どんどん続いていて、そして十二鬼月、討伐、まあルイ君とかね、で、今後加減が多分かなり増えてくると思うんですよ、これ。はい、加減の鬼を全て倒すということで、まあ、あの M しかり、多分いろんな加減が追加されると思うので、こちらもまあ出てくると。そして、こちらですね、呼吸で20回攻撃をする、そして呼吸で40回攻撃をする、呼吸で何回攻撃する、その全てをなんと、この例えば、まあ、例えば80回100回とかでクリアしたら、なんとこのあざものとかが、できます。で、武の極み、まずこれを多分達成しないといけないのかな、柱が上限の位置になる、だここでまず柱になってからここが進んでいくんですけど、で確か鬼をなんか討伐するの一番最後まで行ったらあざものになるんだったかな、とか、あと格闘とか、こちら全集中の呼吸っていうのがあったじゃないですか、進捗に。それはこれです。これを全て達成すると、ここに全集中の呼吸っていうのが出てきます、あのをクリアするっていう形になります。という感じで、かなり、あの、やり込み要素が増えてきたので、はい、まず目標としては、鬼を、まあ、討伐したりとか、あですね、まずはここを上げていかないといけないので、まずはそうだね、日輪刀とかもゲットしたいんだけど、だからそう思うと、やっぱり鬼殺隊編っていうのを完全一新で、もう新しくやった方がいいのかなとも思ってます。はい、だから、うん、だって今既存のね、鬼殺隊編はもうとやってることが一緒になっちゃうから、まあでもその分ね、やっぱり今までっていうか、そのね、今多分赤座様
と出会ったところで終わってるのかな。だからそのままなんか放置しとくのもあれかなっていうことでちょっといろいろ悩んでるんですけど、まあよかったらで、ごめんね無惨様で、ごめんね好き無惨様で、ごめん変えた方がいいかな、これ今日だけちょっと許してもらおうかな。いや、とりあえずパート1ですよパート1でいきなりそんなことやっていいんですかと、今にも声が聞こえてきそうですが大丈夫、僕のリスナーさんたちは皆さんお優しい。あ、そしてどうしようかな、今回に関してもちょっとカブラマルだけ使わせていただきます。あの鬼殺隊編では基本ちょっとカブラマル使ってなかったんですけど、やっぱりちょっとできればまあ、動画的に見にくいよっていうコメントが多かったので、だからちょっと鬼殺隊編でもカブラマル今コマンド使えないようにしてるんですけど、一応使えるようにはできるので、ちょっと今、コマンドでカブラマル出したいと思います。申し訳ないです。今回はなるべくあれだよね、そのまずは鬼を倒したいけど村だよね、食料を探さないといけない、いけないし、まあ、松明問題はありがたいことにね、そのカブラマルで大丈夫なので村探そうか、村探しながら、いや簡単に村見つかるかな、それが陽光山でもいい、陽光山で日輪刀ゲットもしたいんだけど、まずね最初の進捗上げるためには鬼を一人倒さないといけないんだよね、進捗的に鬼を討伐するっていうのが多分一体でいいと思うんだけど、鬼を倒し続けるではなかったから、鬼を1体討伐すれば1個進捗が上がるので、夜までちょっといろいろ準備しようか。んのでローマ様、ローマ様おそらくこの下にいるんだろうね。大丈夫だ、この下はまだ行く。あーでも鉄ある、鉄欲しいな、鉄だけ取りに行きたい。そう、日輪刀とかゲットするために鉄はいるんですよね、ちょっと鉄取りに行こうか。あー終わった、危ねえいやーないなー、村ない、やばい、まずい、おおっとおっとおっとあったもうやらせ疑惑出るから、まあでも座標見てもらえば分かるか、でもちょっとあれ遠いんだよね初期リスからは。まあでもいいでしょ、村見つけた、オッケー、これで食料問題大丈夫。でも怖いなこれ、待ってここ、いやでもここにするしかないか、ちょっととりあえず木とか伐採しよう。何が怖いかってこういう木の近くだと、うわあっちにもあるな、うわちょっと厄介かも心。いやでも一番初期リスに近い村だし、あでも形的にもいいな、いやーまあ伐採しようここら辺は。あのね鬼が発生しやすいんですよね昼間でも、このこういう地形だと。まあでもその分鬼とまあ結構戦えるっていうのもあるのか、昼間でもまあ鬼と戦えるっていうメリットはあるけど、いやそれ以上にちょっと怖いな、デメリットの方が多いと思う。なんか昼間ちょっと歩いたら中に鬼がいるみたいなことが結構あるので、あちょっと待って夜になった、これは一回進捗上げておきたい、多分倒せるんじゃないかな、斧一つあればどうなんだろう。とりあえずちょっと鬼を一人倒して進捗上げて今日はおしまいにしようかなと思ってるんだけど、ちょっと鬼さん探そうか。あでも立地的にいいわこの村、なんかそのごちんまりしてるし、でここほらこの道すごい、あいいな、ちょっと ここでちょっと頑張りたいぞ。じゃちょっと鬼を探しましょう、鬼倒して今日の進捗上げて、なんか支給品がゲットできるんですよね、鬼を倒すっていうか進捗を上げていくと。これだから鬼をちょっと討伐しよう。鬼さん、鬼さんどこにいるかな、あいた、鬼さんいたね。でも今回ちょっと何も装備つけてないから怖いな、斧一つ、ちょっと待ってやばいな、これ進捗1個上げれば多分モブは大丈夫になるんだけど、怖い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 、お兄さんお兄さん、いやークリーパーも近くにいる、大丈夫かな、大丈夫か、アベポー大丈夫、さあ鬼子鬼子、よしいいぞ、いけるいけるかいけるかいける、止まってる止まってる止まってる、危ない、よーし、あ、大福と日輪刀が来るの、あ、そういうこと、やった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 、あ、こんな一気にいいんですか、いいんですかいいんですか、はい、ジャギー水、オーケー、あ、じゃあこれいきなり2つ上がるじゃん、日輪刀犬を変えるもん、これゲットしたら支給されるから、あ、これはかなりいいわ、ほらこれで一気に強くなりましたよ、よしよしよし、最初水なんだね、結構なんか最初水が多い気がする。いやでもね今回から技がね、ほら
エフェクト見えました。あ、やばい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 、ちょっと助けてください、助けてください、ごめんなさい、嘘です、ごめんなさい、嘘です、ごめんね、本当ごめんね、ごめん、ごめん、ごめん、ちょ、一回帰る、一回帰るんだけど、ちょっと待って、あのね、あのね、あ、ね、水の今、エフェクト見た、これ、いくよ、ほら、ほら、水のエフェクト、これ、すごい綺麗なの、ほら、すごい、すごい、すごい、そう、これがね、ほらー、かっこいい。だから滝壺とかさ、で呼吸をなんか相殺できるようにもなったから、なんかオルカ様はねこの水車使ってたんだけど、ほらー、だから例えば黒脂肪が、え、あ、出た、非ダメージマイナス40、ダメージを受ければ受ければいいんだね、受ければ受けるほど進捗が上がっていくと、今ほらこういう感じで非ダメージが40を超える、これは結構簡単に達成できそう、僕なら僕は結構非ダメージ受けるからね、こういう感じでどんどん進捗を上げていきましょうっていう感じですね。はい、で最終的にはなんかそのどちらかなんだっけな、アザモノ ここら辺のどれかに到達するので、到達するというか進捗達成になるので、よしよしよし、今回はかなりというか一気に進めた気がする。で鬼を倒してまず柱になったりとかしつつ、こっちの進捗も上げていきたいっていう感じですね。はい、鬼を10体討伐するとか、じゃあちょっと一回ベッドで寝ましょう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺りで、あ、やばい、踏んじゃった、ごめん、踏んじゃった、あ、大丈夫、終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした、ごめんね、ちょっといいかい、ごめんね、おやすみ、バイバイ。